今年の主神社は、長崎県新上五島町二択美号に鎮座する神社である。今年の主神、大国主神、元千尾神、琴平神の与柱を奉仕する。祭神中の元千尾神は合祀された八坂神社の祭神である。ハイレイエビス神社創建は、文明15年9月15日。東号は、王子より、正規崇拝があったとされ。 郷内先磯部の男性器を思わせる高く突出,出した縦岩は新域とされており、社殿裏の恵比寿神社には男性器の形をした石が祀ってある。明和八年に社殿を造営し、摂津西宮神社より今年の主神を誕生した。この頃より社号を恵比寿神社とするようになったと思われる。文化三年に社殿が風波にさらわれ流出し、再建するも、 文久元年火災により全焼した。明治3年、社合、今年の主神社に改称。同7年5月、孫社に列せられる。同41年7月、郷内安坂神社を合死。昭和8年には2度目の火災により、社殿が全焼した。翌9年2月、新鮮平白良とも新神社に指定された。祇園祭り、10月18、19日の例祭には、 上五島神楽が奉納される。上五島神楽は1981年に長崎県の無形民族文化財に単独で指定されていたが、2002年2月12日には五島神楽の一つとして国の選択無形民族文化財に選択され、さらに2016年3月2日に国の重要無形民族文化財に指定された。その他の二択美号の神社に稲荷神社がある。 また、隣接する、丸尾号に、丸尾神社が、生号に、正彦神社がある。ありがとうございます。